こんにちは。シュワーズ佐野さんのアシスタントを務めている松井です。今日は基本カメラの背取りで儲かるおすすめ商品5選と仕入れるコツを公開のお話をしたいと思います。最近写真をきれいに撮ることにハマりつつあるシュワーズ佐野です。何の商品を転売すれば儲かるか、あなたは悩んでいませんか？世の中には様々な商品があふれていて、全くの初心者は何を仕入れればいいか分かりませんよね。その他、転売をするにあたり仕入れ先が分からない、赤字のリスクが怖い、常に最新のネタをリサーチしなければならない、などの悩みがあるかと思います。そんなあなたにカメラ転売はどうでしょうか？カメラ転売とは中古カメラに特化した背取りのことで、通常の背取りとは異なる点が多くあります。そして背取りとは収益性が全く違うのが特徴です。現在背取りで活動されている方にもおすすめしたいジャンルとなっていますので、今日はカメラ転売について詳しく解説していきたいと思います。カメラの転売で短期間で利益を出す方法を直接教えていきますよ。これから背取りを始める方にも必見です。カメラを転売するメリット。まずはカメラ転売にどんなメリットがあるのか解説していきたいと思います。基本一品で5000円の利益。カメラは1日から3日で売れて利益が返ってくる。売上の回転が早い。ネタ探しが簡単。売れる機種が限られる。中古の方が稼げる。カメラは一品あたりの利益額が通常の背取りとは違います。正確に言うと、一品で5000円以上の利益が出るものを仕入れていきます。一般の背取りでは5000円以上高い利益が出るものもありますが、そのような商品は回転が遅くて数日では売れないのではないでしょうか。というのも、カメラ転売の場合はある程度売れる機種が限られてきていて、その機種が数年にわたって利益を生み続けてくれます。売れている機種を覚えて、その機種を何度も繰り返して仕入れて売るだけで稼ぐことができます。つまりリサーチがほとんどいらないというのが大きなメリットですね。またカメラ転売は新品よりも中古の方が稼ぎやすいというメリットもあります。カメラは中古品だからこそ希少で人気があるという特殊性があることから、背取りとは違って常に新品を追い求めなくていいのです。カメラを使っている方の人口が年々増えてきていますので、中古でも売り上げは基本的には1日から3日の間で売れていきます。このスピード感も魅力の一つになっています。逆にカメラを転売するデメリット。逆にカメラ転売のデメリットですが、関東近郊以外に住んでいる方は仕入れ先の選択肢が狭まってしまうことです。実は日本で一番中古カメラが集まっている場所は東京なんです。またカメラ転売は他の商品の背取りよりも稼げている人が少ないです。それだけ正しい方法を知らずにカメラ転売している方が多いんですね。何よりもある程度のカメラの性能や専門の知識がないと難しいです。カメラの転売知識なしでは稼げないでしょう。カメラは単価が高いので、間違った商品を仕入れてしまった時のダメージも大きいことがあるんですね。仕入れ方のポイント。カメラ転売の仕入れ方にはいくつかポイントがあります。順を追って説明していきますね。1. 中古カメラを店舗で仕入れる。カメラ転売の仕入れ方法は、まずは新品ではなく中古カメラを取り扱っていくところで購入する形となります。具体的な仕入れ先としては、全国でチェーン展開しているカメラの北村です。カメラの北村では中古カメラの買い取りや販売を行っています。全国の最寄りのカメラの北村で中古カメラを仕入れられます。
また、カメラの北村ではネットの中古店もあって、ネットで購入した商品を最寄りの店舗まで配送してもらうシステムがあります。ネットで購入しても送料無料で商品を受け取ることができます。カメラの北村以外にも仕入れ先はあります。関東圏に住んでいる方向けに東京の有力店舗をお伝えします。中野エリア、藤屋カメラ、新宿西口エリア、マップカメラ、カメラの北村新宿中古買取センター4階、新宿中古カメラ市場、中古カメラボックス、新宿レモン社3階、新宿東口エリア、カメラのアルプス堂、カメラの北村新宿大ガード店、目黒エリア、三鷹カメラ、2、ヤフオク。中古の仕入れ先といえばヤフオクですね。ヤフオクも安く仕入れることができます。特に関東以外の地方在住の方はヤフオクで仕入れている方が多いです。選択肢の一つとしてぜひ入れておいてください。ヤフオクに売れるカメラの一覧があります。そちらをチェックしましょう。ヤフオクのトップページに行き、左側のタブのカテゴリーから探すから家電、AV、カメラと進みます。すると切り替わった画面の下に入門機が出てきます。ここには価格が安い機種が集まっています。初心者の方はまずはここを見てみましょう。実際にどんなカメラが儲かるのか、おすすめはズバリ。仕入れ先が決まったら、その次は実際にどんなカメラが儲かるのかということですよね。まず売れるカメラはヤフオクに売れるカメラの一覧があるので、そちらをチェックしていきましょう。特に入門機の一覧は価格が安い機種が集まっています。ここではおすすめ商品5選を紹介します。 EOS KISS X6IEF の S18-135ISSTM レンズキット Z、 EOS KISS X5 EF の S18-55IS2 レンズキット、 EOS KISS X5 ダブルズームキット、 EOS KISS X50 EF の S18-55IS2 レンズキット、EOS KISS X4 ダブルズームキット。初心者にとってまずは仕入れ資金が少ない方がいいので、そこを中心に考えてみましょう。その中でも有効なのがレンズセットという手法です。一眼レフカメラはカメラ本体とレンズで構成されていて、撮影するには本体とレンズが必要なのです。お客様の立場からすると、届けばすぐに使えるという手軽さから非常に売れ行きがいいです。この場合はお客様は中級者ではなくて初心者さんがターゲットとなります。レンズは初心者さんが好むダブルズームレンズキットです。ダブルズームレンズキットとは、ズームレンズとボディを一緒に買うことのできるお買い得なパック商品です。以下が一般的な構成となっています。一眼レフボディ、標準ズームレンズ、望遠ズームレンズの2本。基本的にはダブルズームレンズキットを仕入れて販売します。そしてリサーチも重要になってきます。それを調べるにはオークファンという無料から使えるサイトを活用します。このサイトはヤフオクの過去の落札履歴を見ることができるもので、リサーチにはもってこいです。オークファンの使い方については、超定番、ヤフオクセドリで効率よく仕入れてアマゾンに転売する方法まとめに書いたのでご確認ください。中古カメラの仕入れ、検品時の注意点。1、動作するか。カメラ転売の機種は現行機種のデジタルのものではなくて、
電気信号を一切使わないマニュアルレンズがあります。 FD という頭文字がありますのでチェックしましょう。電子基板があるわけではないので故障しにくい機種ですが注意が必要です。マニュアルレンズの動作は動画の絞りバネとピントを合わせるためにマウスリングが左右にスムーズに動くかどうかをチェックしましょう。2. 外観の傷の状態は？外観の傷に関してはもちろん傷ついていない方が高く売れますのでチェックが必要です。特にレンズのガラス部分の傷は写真写りに影響が出ますので重要視するポイントです。 3. レンズの状態、傷、カビ、曇り、ゴミ。レンズにカビや曇りがあるだけで写真写りに影響が出る場合があります。しかし中には顕微鏡で見ないとわからない程度のものがありますが、そのレベルならカメラ転売には影響はありません。あくまでも目視で確認できる程度のレベルは必ずチェックしましょう。こちらの動画でカメラのチェック観点をわかりやすく解説しているのでじっくり見てみてください。もし仕入れ・検品時のチェック方法や基準を知らない場合、あなたは勉強不足なのでこの記事でぜひ覚えてください。今日は以上です。またさらに詳しい情報をシュアーズ佐野の公式 LINE アット限定で配信しています。 LINE にご登録していただいた方には今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録してくださいね。次回はカメラの転売は緩和状態なのかをお話ししたいと思います。本日はご視聴していただきありがとうございました。